たことに本当に感謝していますし、皆さんが応援してくれたからこそ、勇気を持ってその声援を本当にエネルギーに変えてプレーすることができました。本当に感謝します。今回ベルギー1部リーグのリーズに移籍することが決まりました。正直今日試合を